こんにちは、ミミです。モカです。今回は、対戦ミサイルを作ってみました。今、新しい漁船を作ってるんですが、それに乗せる予定のやつです。前に作ったミサイルじゃダメなの？今まで作ってきたミサイルは、全部潜水艦機対応です。なので、前作った漁船は潜水艦を沈めれません。漁船が対処する必要あるの？それ。絶対必要です。こんな感じで、私に砲撃してくる奴らがいるんです。しかも、こんな風に大砲を破壊してもまた砲撃してくるんです。こんな感じの潜水艦で大砲を密輸してきてるに違いありません。今回のミサイルは、この潜水艦を沈めれるような性能にしました。普通の潜水艦だね。中に砲身を4本搭載できます。あと、分離可能な別マージのシュノーケルがついてるので、レーダーにバレずに高速航行できます。シュノーケルありだと47メートル毎秒、モーターだと20メートル毎秒出ます。速そう。あと、魚雷の誘導を妨害するために、栄光式のノイズメーカーと石炭デコイを搭載してます。それぞれパッシブソナーとアクティブソナーを妨害できます。一方、今回のミサイルの性能はこんな感じです。飛行速度は145メートル毎秒、水中での速度は最大100メートル毎秒です。大抵の潜水艦は逃げれないはずです。最大射程は5キロメートル程度です。そこそこだね。そして、一番の特徴が手動誘導ってことです。めんどくさくない？めんどくさい代わりに、ノイズメーカーやデコイをほぼ無効化できます。まあ、一応自動誘導機能もついてます。じゃあ、早速潜水艦を沈めてみます。まず、母艦のソナーで潜水艦の大雑把な座標を計算します。白い点がアクティブソナーの反応です。とりあえずこの地点に向かって発射します。落ちたね。気のせいです。潜水艦は移動してるので、ある程度先回りしておきます。だいたいこの辺かな？あとは目標地点変更ボタンを押せば、飛んでく座標が変わります。途中で帰れるんだ。あの赤点が潜水艦のエンジン音の方向です。増えたよ。後ろのはノイズメーカーです。なので、先頭のやつに突っ込みます。お。命中です。命中の瞬間まで見れるのはいいですよね。どこに当たったかまでわかっちゃいます。潜水艦の中はこんな感じです。水が入ってきてるね。沈没不可避です。ちなみに、手動誘導にはコツがあります。こんな風に、ただ相手を追いかけるだけじゃダメです。最後の瞬間に、旋回しきれなくなります。少し先回りしないといけないね。そうだよ。それをどうやるかっていう話をしていきます。結論を言うと、コリジョンコース現象を知ってればいい感じに操作できます。何それ？等速直線運動をする物体同士が衝突するとき、相手が同じ方向から迫ってくるように見えるっていう現象です。は？こんな風に、相手とほぼ一定の角度を保って近づけば、命中するってことです。ミサイル視点なら、相手が一定の方向から迫ってくるように見えます。へぇ。逆に言うと、相手が動いているように見えるなら、外れるってことです。この場合、右方向に動いているように見えます。もう少し右旋回すれば当たりそうだったね。そうだよ。なので、相手が右に動いてたら右、左に動いてたら左に旋回すれば OK です。これをさっきのミサイルでやってるってこと？そういうこと。相手の動きに合わせて修正し続ければ、当たるはずです。ちなみにこの現象、相対速度を考えればわかりやすいです。黒点が目標とミサイル、白矢印がそれぞれの速度ベクトルとします。相対速度を考えるために、相手の速度ベクトル引く自分の速度ベクトル、自分の速度ベクトル引く自分の速度ベクトルをします。結果はこんな感じです。相手がまっすぐこっちに来てるって状況だね。これなら、相手が一方向から迫ってくるように見えるってわかりやすいかもしれないです。じゃあ、実際にどうやってるかを説明します。赤点がレティクルと比べて動いているように見えたら、そっちに旋回するだけです。ある程度経験が必要です。難しそう。まあ、難しいっちゃ難しいので、自動誘導機能もついてます。大抵の場合はこっちの方がいいかもしれません。赤点が表示されたら、タッチするだけで自動誘導されます。黄色が現在誘導されている反応です。今みたいに、ノイズメーカーに誘導されちゃっても修正できます。便利だね。命中です。こっちの方が簡単じゃん。最後の瞬間だけ手動誘導とかもできたりします。映像では、左旋回してスクリューより前に命中させました。ある程度当てる場所を選べるね。とまあ、ここまで紹介した通り、誘導はカメラに頼ってます。なので、夜間運用のために照明弾を4発搭載してます。そして、さっきから表示されてる T00 っていうのは、目標地点までの距離です。なので、これとパッシブソナーを目安にフレアを発射します。だいたい500メートルくらいから発射すればちょうどいいです。結構見えるね。あとはいつも通りです。ちなみに、このミサイルはアクティブソナー非搭載です。なんで？文字数オーバーになりそうだったからです。なので、エンジンを止めた相手にどうやって当てるかっていう説明をします。と言っても、母艦のアクティブソナーを頼りにするだけです。まず、母艦のアクティブソナーで捉えた地点へ向かいます。
そのまま突っ込めそうになかったら、照明弾で位置がわかるようにします。あとは反転して突っ込むだけです。ノイズ多くない？深いところだと、信号強度が弱まるっぽいです。というわけで命中です。標的艦の操縦席がよく見えました。びっくりした顔がさらされたくなかったら、密輸なんかしないでくださいね。でもこれを積んだ船はまだ作ってないんでしょ？まあ、そうだよ。この船は次の次の動画で完成させて紹介する予定です。じゃあ密輸するなら今のうちだね。やっぱ前作った漁船にも乗せちゃおっかな。結局乗せるんだ。じゃあ、次回は？ちょっと、無線関連のことを扱いたいです。なんか唐突だね。今まで無線通信を適当に作ってたので、ちゃんと作りたいです。無線周波数の生成とか、今は適当に作ったプログラムでやってるので、次回はその辺を調べてくる予定です。ジャミング装置とかも作って、これの攻撃にどれくらい耐えれるかどうかとかも試したいです。なんかでかくない？たくさんのアンテナを使えば、周波数特定できるんじゃねっていう発想です。脳筋だね。まあ、これで特定されると困っちゃうからね。ってことで次回はそんな感じです。あと今回、試しに AI を使ってみました。今更だね。うるせえ。ちゃんと聞けば、私がやったことない書き方とか関数とか教えてくれて、いい感じです。AI なしなら、調べるのにかなり時間がかかったはずです。ルア書くときには、いろいろ聞いてみるのおすすめです。じゃあ、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。高評価とかチャンネル登録してくれたら嬉しいです。